はい、今日初参加のリベルテさんになります。はい、ではいくつか、質問させていただきたいと思います。今日何試合か、行っていただいたんですけども、今日の調子などを聞かせてください。調子、はい、調子、まあまあ、自分のじゃねえ。はい、チームでも自分としてでも何でも、はい、プライベートでもいいです。そこいいね。あのことはいいんじゃないですか。いいんじゃない。プライベートですか。プライベート。あ、違いますか。どうしよう、今日の調子は。絶好調です。絶好調です。はい、どうしようか。なんかかなりいいんですけど、はい、手首がいかれて。手首が。セックからもうセーブしてもらって、手首がいかれて。守護神じゃ頑張っていただきたいと思います。手首じゃねえ。手首。はい、どうでしょうか、今日の調子は。いいと思います。いいですか。はい。どうでしょうか。はい、あと残り2試合ですか、3試合でしょうか。1試合です。じゃあ最後の試合に向けて何か意気込みを。はい。キャップじゃあ。はい。じゃあどうぞ。はい。はい。まあ、残り2試合、まあ楽しく。はい、頑張ってもらいたいと思います。英語でじゃあ。岩手大学。はい。あ、それはちょっと P ですね。すいません。もう入っちゃってるから。はい。すいません。じゃあそれを中国語で。言えねえ。中国人のふりなんだ。あ、はい。じゃあ、あとチーム名のですね、由来とどういった集まりなのかを聞かせてもらいたいと思います。はい。じゃあロシア語でお願いします。はい、お願いします。まあ、リベルテっていうチームで、まあ、自由っていう意味で、はい、自由に楽しくやりたい。なるほど、初めてだ。皆さん初めてということで、これはちょっとあれなんですけど、はい、どういった集まりなんでしょうか。大体をネットで集めて、あとはその友達の友達とかみたいな感じですね。はい、なるほど、わかりました。では最後に一つ見せていただきたいと思います。担当は担当のじゃあトム・クルーズさん、お願いします。何もネタも押してない。そうですか。じゃあここはキャプテンですか。キャプテン、お願いします。キャプテンの変顔で締めよう。3、2、1、いくよ。はい、3、2、1、どうぞ。はい、ありがとうございました。はい、じゃあまあ最後の試合頑張っていただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。